キリスト教東方教会東方諸教会非カルケドン派聖教会アルメニア教会アルメニア使徒教会パリ大聖堂パリ大ッ区アルメニア使徒教会はアルメニア並びに世界各地にあるアルメニア人コミュニティで信仰されているキリスト教非カルケドン派の教会約500万人の信者を要する使徒教会の名は伝承22使徒がアルメニアに キリスト教を伝えたととあるることに由来するアルメニア正教会とも呼ばれる。なお、東方天霊カトリック教会である、アルメニアカトリック教会とは別組織である。ガルニにある初期アルメニア教会の聖堂アルメニアに、キリスト教がもたらされ、浸透した歴史は、非常に古い。301年、アルメニア王国が、世界に先駆けて、キリスト教を、初めて公認し、 キリスト教を国教と定めている。これは313年のミラノ直令よりもさらに10年以上前の出来事であった。伝承によれば、イエスキリストの死と、タダイト・バルトロ・マイ両人により、アルメニアに初めてキリスト教がもたらされたとされるが、現存するアルメニアのキリスト教に関する最古の記述は、それから200年後の2世紀以降からである。 3世紀末から4世紀前半に活動した啓蒙者、クレゴリオスは、アルメニア王ディリラテス3世に先例を授け、バガルシャッパトに教会を建てた。これが、現在のアルメニア教会、カトリコス座である。イラン北西部西アーザルバーアイジャーン州からケリーサに、ある、アルメニア教会のセータデウス修道院。5世紀には、メスロップにより、アルメニア語のためのアルファベットが作られ、 新約聖書と神言の翻訳が行われた。また、ギリシア語とシリア語が混在していた、天礼用語も整理され、ビサンティン天礼の影響下に天礼が整備された。教会組織が整備され、教会の長にカトリコスの名称が使われるようになったのも、この時代である。しかし当時のアルメニアは、地理的に、東ローマ帝国とサーサーガーサー、 ペルシアという二大勢力のちょうど干渉地帯に位置していたため、両勢力の狭間まの中、隣国からの分割を二度にわたり、余儀なくされた。そして428年、王政の廃止と共に滅亡した。国としての自立を失ったアルメニアであったが、その後もキリスト教信仰をよりどころとして、ゾロアスター教を信奉する。 ペルシア側の過酷なキリスト教弾圧に対してたびたび抵抗した。451年のカルケドン公会議の際もアルメニアでは宗教弾圧に対するペルシア側への大規模な反乱が発生しており、アルメニアは代表を公会議に出席させるだけの余力を持っていない状況であった。そして506年、アルメニア教会の全司教を招集した会議が開催され、 カルケドン心情を採択しないことが決定した。これが、カトリック、東方正教会などとは別に、アルメニア独自の宗派として発展する契機となった。なお、この反乱によりアルメニア人キリスト教徒は、宗教的自由をペルシア側に認めさせることに成功している。7世紀に入ると、新興勢力であるイスラム帝国が台頭し、サーサーアン・アサが滅亡する。 これにより、アルメニアも一時その勢力下に置かれるが、次第に自立を強め、旧世紀末には独立を達成する。一方、この頃東ローマ帝国からの度重なる宗教的統合の要求があったにもかかわらず、アルメニアは独自の宗派であるアルメニア首都協会の信仰を貫いた。これにより、隣国東ローマ帝国とその国境である東方正教会からの離別は、 決定的となった。11世紀末、アルメニアはセルジューク朝支配下に入り、この時東、アルメニアから小アジアのキリキアに多くのアルメニア人が移住した。このことは、アルメニア人にとって故郷からの離散をもたらす一方、アルメニア教会の勢力拡大にもつながった。また、この時期に、アルメニア教会のカトリコス座は1058年、戦乱を避ける目的で、 アルメニアからキリキアへ選ったその後、アルメニア人のディアスポラであるキリキアアルメニア王国が成立し、マムルーク朝に滅ぼされる1375年まで続いた。1441年にエチミア人が回復された後もキリキアのカトリコス座は残った。17世紀に造営されたイランのサファビー朝のこと、エスファハーンのバーンク教会。 16世紀以降、アルメニアは、当時の二大勢力であるイランのサファビー長とオスマン、帝国により、東西に国の分割を余儀なくされ、再び国としての自立を失った。これにより、各地域のアルメニア教会は、キリキアとエチミア人の指導下に属することになった。キリキアは、独立を主張するようになるが、エチミア人は、この主張を、現在も認めていない。後に、 サファビー朝に支配されたアルメニア東部は、帝政ロシア領に編入されていった。当時、アルメニア人の多くは、オスマン帝国等のイスラム教徒支配のもとに服しており、キリスト教徒は霊属民たるツインミートされた。その結果、厳しい差別を受けたものの、近隣のイスラム教徒から物理的迫害を受けることはなく、それなりに平和な共存が実現していた。 しかしながら18世紀以降、欧米列強諸国のオスマン帝国、中東への進出や、オスマン帝国領内に住むキリスト教徒の民族運動が台頭するにつれ、同じキリスト教徒のアルメニア首都教会信者に対する敵意も日増しに強まることとなった。この結果、次第にイスラム教徒からのアルメニア人に対する突発的な迫害が激しくなり、 当時のオスマン帝国領東アナトリアで発生したアルメニア人虐殺によりその頂点を迎える。特に1915年から1917年には一説には数十万から数百万人ものアルメニア人が犠牲となる生産なものとなりイスラム教徒との共存と共に歩んできた当時のアルメニア人共同体は完全に崩壊した。現在、 信者はアルメニア共和国を中心として、トルコ、イラン、アゼルバイジャン、イラク、シリア、レバノン、パレスチナのほか19世紀以降の移民が多く住む、フランス、アメリカ合衆国等、世界各地にコミュニティを形成している。特に、エルサレムやイスファハーンなどにはアルメニア人地区があり、現在も古式を守り、各地に点在する教会は、 アルメニア人の精神的な寄り所として機能している。アルメニア教会の長はカトリコスと呼ばれ、現在では他教会の総主教に相当する。現在の全アルメニアのカトリコスはガレギン2世。エレバンの成功のエチミア人にカトリコス座がある。自席のカトリコスとしてキリキアのカトリコスアラム1世がいる。ニカヤコンスタンティノポリス信条を告白するが、 カルケドン心情を告白しないことから一般に単性論とされるがアルメニア教会自体は単性論教会を自称せずそうみなされることを不当としている。カルケドン公会議で否定されたエウティュケスの教説をアルメニア教会もまた異端として否定しているからである。アルメニア教会の主張ではカルケドン心情を否定するのは文章上の定式化に難点があるからであり。 そのキリスト理解はむしろエルサレムのキュリロスの一つの威嚇、二つの性格に沿ったものであるとする。ただし二つの性格は不可分に一体となっているというのがその主張である。これを愛称説というカルケドン公会議を承認しないことで分離した教会であるため、より中立的な予備なカテゴライズとして非カルケドン派がある。そして教義を同じくする非。 カルケドン派のコプト正教会、シリア正教会、エチオピア正教会などとはフルコミニオンの関係にある。20世紀以降、それまで単性論を異端としてきたカトリックや東方正教会では単性論教会との対話が進んでおり、双方の違いは決定的なものであるというより、表現の上での問題であるとする。このような主張が真剣に考慮されるようになってきている。 天礼は大体においてシリア正教会やコプト正教会と類似する。天礼言語にはアルメニア語を用いる。天礼は早朝で保守的である。イコンの使用や形式的には東方正教会との類似点を有するが、成果にパイプオルガン等の伴奏楽器を用いる教会も存在する。教会歴にはユリウス歴を採用する。ソガーツツツグ。 書評アズイズ・アティー東方キリスト教の歴史、ロンドン。東方キリスト教世界研究。 81https コロンスラッシュスラッシュリポジトリードット kulib.kyot.ac.jp スラッシュ dspace スラッシュ p i t s t r eam スラッシュ2433スラッシュ2 2 7 7七8 1スラッシュ1スラッシュ eoa1715pdf ありがとうございます